もう待ってさ。同じのを着てる。お、着替えます。お前なんかブミールかなんかさえしてる。そうですよ。もう勝ちある。あと国枝先生のサイン入れてください。さあダブル。先生、よろしくお願いします。はい。はい。国枝栄、調教師です。はい。よろしくお願いします。はい。まあ、今週エリザベス女王杯に、はい、まあ、赤い鳥の娘使いますけど、うん、まあ、その話はまあ後で聞くとして、いろいろ多分読者というか見てる人も国枝先生のこと気になると思うんですよね。どういう人なんだろう。やっぱね、すごい実績のね、日本を代表するトレーナーですからね。わかりにくい。先生はあの普段ってそのまあ朝はこうやってトレセンで仕事されてると思うんですけど、例えば午後、まあ、午後の厩舎で馬を見て、夜とかって何されてるんですか。夜で家帰って、家帰ってまあ帰るの遅いから、はい、まあ夕食に風呂入って夕食に食べてテレビちょっと見てみる。でそういう生活を火水木金土日ってしてるわけですか。まあ基本的には趣味とかないですか。趣味はね、下手なゴルフと。あ、ゴルフ。やっぱ月曜日とか行くんですか。まあ月に2回ぐらいか。あ、そうですか。月曜日でどなたと行くんですか。いや、天下の富士山。ああ、藤沢和夫調教師と、うん、とか、まあ、まあ調教師さんとか、あとまあたまには馬主さんっていうのもありますけど、はい、腕前はどうなんですか。ではね、人並み。人並み。藤沢先生とどっちうまいですか。いや、藤沢全然日本一。ジョッキーはとか回ったりしないですか。ジョッキーはまあ、たまにだけどね、はい、回るけど、やっぱジョッキーは、やっぱし、飛ぶよ。あ、うまいよ。ジョッキー誰うまいですか。勝原が一番。わ、田中プロが。田中プロ。調教師誰うまいですか。調教師、藤沢。あと藤沢先生、トップクラスうまいですか。トップだと思う。あと僕の先生のイメージだと、よくスタンド前とかで懸垂をしてたイメージがあって、あの体を鍛えてるなってイメージですか。年齢的にもね、はい、下り坂になるので、まあそこをそれに抗うっていうことで、なんか刺激を与えないとっていうふうには思っていろいろやってます。今も鍛えてるんですか。まあ、鍛えてるっていうか、まあ適当にやってますけど。どこでやってるんですか。ジム？家？いえいえ、もうそんな時間ないから家の中ですね。家の中にそういう器具があるんですか。いや、そんな器具はない。適当に腕立て。腕立てとかですか。毎日やってるんですか。まあ習慣にしてるからね。そんなトレーニングっていうことじゃないけど。でもだって普通あんな懸垂できないですよ。はい、先生見せてください。